私、金本が8年勤めている会社にて別部署に人事異動があった時の話。おい金本、頼んだ報告書まだできんのか。お前のせいで業務が遅れて顧客からクレーム来てんだぞ。配属されて間もないのに串田という上司が最悪だった。え、報告書なら3日前にメールで送りましたけど。うん、どこだ、ないぞ。もう一回送り直せ。あ、わかりました。ったく、お荷物社員送りつけられてきてこっちは迷惑なんだよ。串田は私のことを前の部署で面倒を見きれないお荷物社員みたいな感じで見ていた。パソコンを確認するが、報告書を添付したメールは送られている。やっぱりちゃんと送られてる。串田のパソコンを少し覗いたら、変なサイトやメルマガにいっぱい登録してるようで、メールボックスはぐちゃぐちゃ。管理ができてない人のようだ。注意しようにも上司だから言いにくいし、周りの社員も関わりたくないのか見て見ぬふりだった。さらに最悪なのは、毎日行われる朝礼で、今日も残念なお知らせがあります。また金本がミスをしたせいでクライアントからの信用をなくしました。金本、前に出てみんなに言うべきことを言いなさい。え？毎日のように朝礼で謝罪させられていた。串田君、さすがにやりすぎでは。部長、私は金本のために言ってあげてるんですよ。これが教育です。結婚して退職すればいいやなんて甘いこと考えてる女社員を教育するのは我々の目的ですからな。そんなこと思ってないし。部署内での飲み会があった日のこと。いつも怒られてばかりで席に居づらかったけど、普段喋ることが少ない同部署の社員たちが慰めてくれた。金本さん、いつも助けてあげられなくてごめんね。串田さん怒らせるとキリがなくて。しばらくすれば落ち着くと思うんだけど。いいえ、私こそ。話によると、串田は標的を一人決めて徹底的にいじめるのが恒例だったらしい。この部署で配属されて辞めていく人はほぼ串田が原因だそうだ。そんな話を聞いてたところ、酔っ払った串田が来て、おい金本、お前仕事できねえならせめて体を使って満足させろ。な、何言ってるんですか。そんなことするわけないじゃないですか。っていうかそれセッカですよ。私は思い切って言い返してやった。他の社員はおおみたいな反応。串田に逆らうこと自体が珍しい光景だったのだろうか。金本、お前上司に対してなんだその口の利き方は。そんな口の利き方してたら昇進なんて二度とできんぞ。上司だからってセッカが許されると思ってるんですか。私は自分の言ったことに一切間違いはないと思います、と言い放ってこの日は出ていった。しかしそれから串田の態度はひどくなっていった。 A 社から企画資料が遅すぎるから契約取り消されたんだぞ。お前のせいで会社に大きい損失が出たんだぞ。反省してるのか。仕事の段取りミスを全て私のせいにしたりしてきて我慢の限界だった。そしてボーナス日が迫っていた日の朝礼にて、金本がまたミスをしでかしました。 A 社との件で部に膨大な損失を出してしまいました。ボーナス額も例年より減額されるでしょう。金本、前に出てみんなに言うべきことを言いなさい。いい加減なことを言われ謝罪を強要させてきた。わかりました。私は前に出て、串田さん、これまでの暴言に関してここで謝罪をお願いします。はあ、お前自分が呼ばれた理由を理解していないのか。お前がここで謝罪するんだよ。俺はお前にいつも的確な指示をしている。それなのにお前は。これまでの私への暴言は録音しています。報告書漏れや他部署への書類の遅延に関しては串田さんが止めていた証拠も押さえてあります。セクハラしているところも皆さんに協力してもらって写真に収めました。これを会社に提出させてもらいます。は、お前らいつの間に。私はあの日の飲み会以降、同部署の人に密かに協力してもらっていた。串田さんはボーナス減額どころじゃなさそうですね。貴様、生意気なこと言いやがって。そんなもので。と強気になっていたが、結局串田は私へのパワハラ&セクハラの件と仕事の段取りミスを私に着せた件によってクビとなった。その後、串田がいた課長の席に私がついた。人事異動の前に8年目だったので、そろそろ昇進あるかなと思っていたけど、噂では迷惑でお荷物社員だった串田をのかすために私が送られてきたのではという話も。本当のお荷物社員は
周りの人もしっかり見てるんだなと安心した出来事でした。ご視聴ありがとうございました。また見てね。